さあ、ちょっと、あと、もう一回使わさせてください。いつもありがとうございます。オズボンバー、徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、このセルマックスね、まあ、非常に強い。で、敵全体、超必殺を持てるということで、今日ね、俺ね、完全に忘れてた、この栽培マンの30ターンミッションの称号か。まだね、もらってないんですよ。で、この度のセルマックス、で、もういけるんじゃないかなと。もう余裕なんじゃないかなということで、ターン20ターン目からですけども、追っ始めてる所存でございますんで、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい。行きましょうか。行きましょう。もういけるっしょ。もうさっき20ターン目までやってるけど、まあ気持ちがいい。とりあえず3ターンブルマは、前回、前のターンで使ってるのか。で、まあ、5ターンブルマぶちかますしますやん。ボタンで、ちょっとフィールド発動しとこう。うん。フィールド展開しとこう。フィールド展開しといて。あざす、あざす、あざす。で、ちょっとどんどんやっていきましょうか。いきましょうか。で、あと10ターンっしょ。いけるっしょ。なんぼ、4400万の、敵全体っすよ。やばいないですか。で、フレンドさんも、セルマックスの、2凸、お借りしております。なので、あれ、1ターン目でセルマックス、2ターン目でセルマックス、みたいな。だから、そう、こんな感じ。まあ、こんな感じでいったら、もう余裕のよっちゃんと、私は、思ってるわけですよ。知らねえけど、余裕のよっちゃんもう死後ですね。でもフィールド、ブロリーのフィールド発動するの早かったかな。5145万。気持ちいい、気持ちいいな、これやばいな。これでもね、ワンチャンね、セルマックスをフレンドさんにお借りしたらいけるかもしれんな。その30ターン、ミッションというか、まあ、称号、くれるやもわからん。私は、そう思ってるよ。3ターンブルマ切れたっけ。もう3ターンブルマ切れとはるで。そうやな。で、最後、ね、これ使いましたよ。やばい。天下一の、この度の53回の天下一武道会、ちょっと楽しみになってきたな。おう。言うてかっつり走らんけどな。うわ、今日タバコ美味しいわ。今宵30ターンミッションの称号手に入ることができるのか、徳島のパンプキン。ねえ。そう、やっぱり苦手属性はな、いかんせんやな。苦手属性はやっぱいかんせんです。2700。おい、これこっちやな。よし。でも、ドッカンモードぶちかましょうや。ドッカンモードをぶちかましましょうっと。ね。これね、見とって、ドッカンモード完走やから。やばいから。気持ちいい。ドッカンモード完走。おい。君のハートにセルマックス。よろしく。今のは23ターン目。ごめん、25ターン目から始めた方がよかったかな。まあ、ええか。もう叫びまくれ、打って打って打ちっちゃうぜ、セルマックス。感想。最高。フィールドは取れてしまったけども。まあ、いいとしましょう。ほたら、こう行って、こう行きやして、で、こう行きましょうか。さあ、あと6ターン。まあ、このターン、ルカちゃんもあと5ターンか。いけるんでしょう、もう。やっと称号手に入ることができる。まあ、もう皆さんはね、セルマックス取る前に、実装される前に、この30ターン称号、手に入れてるかと思うんですけども、まあ、私はなんか、なんだろう、確実性がない限り、なんかやらないんですよ。はい、5ターンブルマ行きましょう。で、もうここで、ザウルスもいっとこう、ザウルス。ザウルスいっとこうぜ。
しいな、セルマックス。楽しすぎ。気持ちよすぎるやろ。さあ、これ、ザウルス、確か、あ、じゃあ、アタックだけか。なんやったっけ、あの、返し上げてくれる。あ、お化け牛や。お化け牛が返し上げてくれるな。さあ、追撃で落とすと。もう、いいやん。天界地の未来は明るいで。まだ、まだやな。こう言って、できるだけ木玉取らしたいからな。ブロリアンのチラヤのレモンはな。そうそうそう。じゃあ、行こう。うん。さあ、あと4ターン。あと4ターンやで。ちょっとアタック値がね、3700万か、4000万以上は欲しいな。そう、苦手属性で会心出してくれたらいけるんよ。どうってことないのよ。いいよ、いいよ。最高。未来が見えてきた。明るい未来が見えてきた。いいよ。いい感じ、いいよ。いい感じ、いいよ。あ、ザウルス、あ、ええわ。ザウルス最後でええわ。次のターン使おう。ザウルスは次のターン使おう。うん。3600万。で、ゴールデンフリーザの補正も効いてる。ほんまはね、ブロリアンドチライアンドレモンの横にゴールデンフリーザを打った方がいいよね。そうやね。ほんまはね。あ、いかん。ナッパと、ナッパ、いや、でも大丈夫。大丈夫や。さあ、こっから怪しいなってくんねや。こっから怪しいなってくんねん。最高。フレンドさんのセルマックスが優秀すぎるぜ。で、ここでもうちょっとザウルス使おっとこうか。で、ここでザウルス、あ、28、29、30。次のターンやな。次のターンでザウルス使った方がいいな。そうやな。次のターンでザウルスです。次のターンでザウルス使いましょう。で、あ、わかった。もうここでザウルス使っとこう。うん。ここでザウルス使って、で、最後、レモで、とどめや。な、レモ使って、とどめ。っていう感じで。どうすか、どうすか。やべえ、俺もやっと30ターン称号を手に入ることができるぜ。いや、でも、まだわからん。油断は禁物やな。さっきのターンでナッパと栽培は1匹残ったからな。ほらほら、もうこっから怪しいなってくんねん。でも、セルマックスの追撃ね。もう満体。そういうことですよ。そういうこと、そういうこと。ほんで、こうやな。まあ、ここはそうだな。ちょっと木玉修正していきながら。あー、でも赤木玉を置いときたいっていう感じやな。で、極力、なんか、木玉をちょっと集めとこう。うん。同じ色に集めといとこう。うん、そうしよう。さあ、ついで30ターン目や。記念すべき30ターン目。いやー、これもうマジで部長取ったからな。嬉しい。ほんま嬉しいわ。このセルマックスさんのおかげで。ティンバーランド履いたセルマックスのおかげで。やばい、なんか残ってる。いや、いけるっしょ。マジフレンドさんのセルマックス優秀やな。いいね。何？いや、でも大丈夫。あとの残りはザマスとブローリーでやっつけてくれるっていうことですよ。30ターン目来た。来ちゃう。ここでそうだな、苦手属性をぶったたいといて、苦手属性のナッパを部長としといて、ほんでレモンやな。レモンぶちかまそう。あ、いいね、いいね、いいね。そう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 。もう一回どうよ。あー、あんま買わなかったけど、まあいいか。もうええとしよう。14個。もうあれや、ラスト飾ってくれ。アタック値が672万のディフェンスが115万。ふぅ。私の二突、リンクマックス。最後頼むぜ。4400万。そないやったな。まあまあ、木玉リーダーちゃうからな。はい。おい、完成。30ターン称号を手に入れることができたぜ。やったぜ。
サイバイマンとの戦闘訓練、30ターンミッションを今こなすといういや気持ちいいな、これセルマックスのおかげで天下一、皆さん走る人いっぱい出てくるんちゃいますの。やった、称号手に入れたぜ、30ターンミッション、みんなありがとう。なのでまあ、セルマックス、まあ、もうそうだな、持っとったらいいんやけど、まあ、持ってない方借りてもいいかもわかんないですね。借りたらもしかしたら30ターンミッション、30ターン称号くれるかもわかんないんで、まあ、ぜひぜひちょっとやってみてください。うわー、マジで気持ちよかった。あ、まあ、そんな感じで、はい言いましょうか、自己満っすね最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。